いですか。はい。グレセントボンドオールスプルスギターが一台完成しましたので、ちょっとご紹介させていただきます。適当に弾いてますけど、ちょっと音を聞いてやってください。音色的にはカリッとしたちょっと固めのサウンドだと思います。これが半年ほどしますと角が取れてもう少し柔らかくなってきます。それでもこの白木特有のパリッとした音は基本的には変わらないんですが、やはりボディもトップギターもサイドも全てスプルースで作られてきたの特徴だと思いますね。わざとアンティーク仕様で傷がつけてあります。ボディの強度に影響がない程度に傷をつけて、着色音を出しているわけですね。仕上げはこれはスラックニスです。裏をサイドってください。スプルースですよね、サイドもね。でバックもまさまの綺麗なスプルースです。ジャーマンですね。で、いろいろ組み合わせてあるんです。バックがジャーマン、サイドがアメリカのレッドスプルース、トップがまたジャーマンになりますね。で、ブリッジがはがらんだ。指板がエボニで、ヘッドがはからんだんですね。で、ネックのどうぞ、マホガニは、これはインドネシアのマホガニですね。ホンジュラスではありません。で、このギターは特にニスを統合棒で調合して、いろいろちょっと加工してみましたので、比較的新しい内容のニスです。ありがとうございました。